これはしがない OL である。私、ミクの悩みの話だ。私が何に悩んでいるかというと、不眠症である。眠れない。こういう時に私は看護師の友人美咲に愚痴ることにしている。美咲、眠れないよ。返信早、夜勤の仕事してんのかな。ちゃんとミク、かわいそうに。そんなミクに安眠グッズの URL 送ります。まあそうなるよね。安眠グッズ、あんなのにもういくらお金使ったかな。あれ、また LINE？ あとは羊さん数えたらきっと眠れるよ。うわぁ、なんて素敵なアイデア。最高確か2000だっけな。そっから心折れたよ、美咲。羊が1999匹。羊が…そもそも羊を数える由来は、スリープ、シープをかけたものだとされており、シープ、スリープ、眠るように自分を言い聞かせるために有効とされていた。ただ、日本語の羊は言いづらい上に、眠りとは関係ないため、覚醒してしまう可能性が高く、逆効果とされている。羊、何匹だっけ？というわけで、私はぐっすり寝るために早寝を決意した。9時くらいに寝ればさすがに大丈夫でしょ。よし、寝るぞ。結局眠れねえ。それもそのはずで、早寝をするとむしろ寝れない時間が増え、より苦しい思いをするとされていることが後日分かった。こうして結局スマホをいじり出したり、通販サイトやら動画サイトを巡ってしまうのだ。お、この健康グッズいいな。最近肩こりがな。これによって健康グッズがまた部屋の空きスペースをどんどん侵食していくのである。スマホのブルーライトのせいで寝るどころか意識は覚醒してしまい、不眠症は悪化するとされている。はあ、動画が逆効果なの分かってるんだけどな、止まらないんだよな。そしてしばらく動画を楽しんだあたりである。お腹減ったな。ありがとうございます。こういう時に私はついついコンビニへ赴き、夜食を買ってしまうのである。アイス買っちゃった。生活リズム的にも夜に食べることをホルモン的に求めてしまうこともある。おいしいな。あ、猫。深夜に出かけているとこういう出会いもあったりする。よしよしよし。そのまましばらく猫と戯れ、帰宅は4時半を過ぎることになった。ああ、アイスも美味しかったし、猫も可愛かったな。あ、寝れるかも。ある程度の疲労感もあった私は、その日、久しぶりに眠ることができた。けれども、楽しい時間には代償がつきものである。ゲゲ、何これ、また太った？おはよう、また寝れなかったの？やっぱりわかる。見りゃわかるよ、ひでえクマだぞ。あと少し太ったか？なあ。さすがに危機感を覚えた私は、その日の夜行動に移すことにした。不眠改善病院と。ネットでいろいろな小技を試してもダメだった私は、病院を調べることにした。病院では薬物療法や本格的な技術を持った臨床心理士などがサポートをしてくれる。いろいろ試してもダメだった場合は病院に行くのも一つの手段である。そして治療から1ヶ月後。おはようございます。お、クマ消えたな。寝れたんだな。えへへ、そうなんだ。不眠で悩んでる方はぜひ通院という手段も検討してもらいたい。